ハッサンはラスアルマスでカルテルの保護下に置かれました。メキシコの特殊部隊によると、ハッサンはアメリカへ向けて何か大きいものを運んでいるそうです。ミサイルを積んだコンテナかもしれません。その数もターゲットも不明です。それを知るにはハッサンを拘束し尋問する必要があるな。ソープとゴーストを送り込み、メキシコの特殊部隊と合流させるんだ。人員も必要なだけ投入しろ。将軍、メキシコで戦争を始めるわけには。もちろんだ。フィリップ・グレイブスとシャドウ・カンパニーに作戦の援護をさせろ。彼らがいれば面倒な正規の手続きも不要になるからな。わかりました。ハッサンを探しましょう。アレハンドロ、マクタビッシュ軍曹。ソープでいい、注意。ゴーストと呼んでもいいか、本当は別の名前がいいらしい。ゴーストでいい。魂の町へようこそ。メキシコは初めてだ。メキシコじゃない、ラスアルマス。シェパードに雇われた連中も合流する。装備はあるが拠点がない。俺たちの基地を使え。よし。ハッサンの位置は？カルテルのセーフハウス10キロ先だ。乗れ。行くぞ、出発だ。副司令官のロドルフォ・パラ少佐だ。幽霊は苦手なんだ。スペイン語？いや、慣れるさ。においおい、落ち着け。いいか、日常だ。路上での武装は警察が取り締まる。警察はどこだ？ラスアルマスは問題を抱えてるのさ。法を守る者が少ないし、汚職に抵抗する者の多くがいなくなる。軍隊はどうだ？俺たちは訓練を積んでるから麻薬組織にスカウトされる。お前は？ここで育った。俺たちはロス・バケロス、カウボーイさ。ここを愛して命がけで守ってる。風船屋に中華、すごいな。組織はああして心をつかむんだ。子供もか？子供だからだ。何が書いてある？組織の印、カルテルの布さ。エルシン・ノンブレのメッセージ、警告と縄張りを示す。ここでは死が日常だ。シン・ノンブレだと？エルシン・ノンブレ、七死を意味する。ここのカルテルのリーダーだ。そいつの居場所は？さあな、正体すらわからない。だがどこにでもいる。厄介だろ。厄介ごとには慣れてるかな。そのマスクならすぐにここに馴染めるさ。おい、よせ。検問だ。陸軍だな。右に曲がって迂回しろ。なぜだ？エルシン・ガングレに通じてる部隊もある。言っただろう、どこにでもいるんだ。川向こうにハッサンがいる。まだいるといいな。ハッサンの隠れ家は？白い二階建ての家屋だ。ビクター閣員、スタンバイ。トレス、ドス、ウノ、開始だ。行け。クリア、移動しろ。民間人は？もういない。カルテルが乗っ取った。今や奴らの隠れ家さ。ハッサンをかくまうにはいい場所だ。進め。コンタクト、ビクター閣議は突入しろ。軍を移動する。始末した。進め。この家屋を確保し、ハ
ッサンを追うぞ。カルテルは奴を移動させるだろう。ならもっと急がないとな。奴らが待ち受けてるぞ。ドアにつけ。エリクチン、見てた。ハッサンはどこにいてもおかしくない。室内クリア。いい腕だ、アミゴ。ハッサンの姿はない。今のところはな。クリア。ここの家族に何が。カルテルの暴力を避け、彼らは去った。ドアを頼む。移動するぞ。待機しろ。ビクター2、こちらワンワン。スモークを使え。俺たちは外に出る。了解。スモークを展開。アレハンドロ、お前の家族は。それは秘密にしている。守るために。これで見えない。行くぞ。後に続け。アッサンがいた場所だ。反撃があるだろう。全チームへ包囲完了だ。侵入に備えろ。クリア。ハッサンはいない。2階だ。ああ、行くぞ。上でハッサンを捕まえよう。進め。部屋を確保しろ。俺が援護する。ハッサンを追い詰めたぞ。クリア。ハッサンはいない。突入しろ。ビクター学院へ。家屋を確保。ハッサンはいない。了解。よそへ移したな。いつ。最近だ。クドス部隊の旗がある。奴はここにいた。アレハンドロの情報は確かだ。司令官、軍隊が来るぞ。あ、クソ。どうした。軍隊だ。俺たちの援軍か。違うな。ゼロスリー、すぐ引き返せ。了解した。どうする。部下を守る。彼らが引くまで待つんだ。まさかメキシコ軍と戦えっていうのか。この部隊はカルテルに雇われてるようだ。カルテルがハッサンを守るのを手助けしている。撃ち方やめ。俺の部下が退避するまでここに立てこもるぞ。車両が複数、兵員輸送車だ。横断しよう。撃つな。奴らを引きつけるんだ。追ってくる。この先に隠れて応戦しろ。
どこを撃たれた？背中のプレートだ。問題ない。終わったか？ひとまずな。さあ移動だ。行くぞ。この道を知ってるのか？ああ、だがそら軍も同じだ。軍隊を阻止するのは無理だ。脱出しないとな。ロドリゲス、脱出の手配を。はい、司令官。病院へ。ここで止まって身を隠せ。はい、隊長。ロボスト、ストップ。岩陰をかけろ。制圧射撃をしてから前進だ。いいか、攻撃してくれ。ロドリゲス、無線を使え。完成。ビクター1だ。ゴールリバーブリッジに緊急対処を要請する。了解か？完成。聞こえるか？ひとまずな。奴らはまだいる。さあ行くぞ。ロドルフォから連絡は？いや、通信が途絶えてる。とにかく進もう。こっちだ。山で通信が通らない。仲間は呼び出せたのか？少年が多い。作戦は？何か違う。回収機はそこに来るだろう。来なかったら神に祈れ。RPG！ 崖の上だ。弾が足りない。弾はここにある。全員怪我は？いや大丈夫だ。了解。俺に続け。飛び移るしかない。届くと思うか？やるか死ぬかだ。どっちへ行く、アレハンドロ？ソープは前進しろ。ロドリゲス、無線の呼びかけを続けろ。残りはスナイパーを見張れ。あの岩棚を使え。山を登る道があるはずだ。何かあったか？奴らはどこかにいるはずだ。俺にはわかる。アミーゴ、上の岩棚をつかめ。ロドリゲス、応答はあったか？見つけた。静かに。聞こえるか？ヘリが来る。ああ、射撃位置見つけ。奴らも不意をつく。橋はどっちだ？正面だ。ヘリの向こう側にある。俺たちを食い止めるつもりだろう。突破するしかないな。ソブ、光線の準備はできてる。こっちに来い。攻撃開始！斜面を上がれ。橋までもうすぐだ。奴らはスナイパーを配置しているだろう。頭上にも気をつけろ。クルソ、斜面を上がれ。移動するぞ。橋はあそこだ。回収機がいないぞ。無線は通じていなかったんだ。畜生。向こうに着いたら無線で連絡すればいい。こっちだ。この崖は危険だ。道を知ってるのか？授業をサボってはここで遊んでたからな。カルテルが来るまではだろう。その通り。麻薬組織のせいで全てが変わった。ハイパーで逃げろ。
なのは神業だ。軍隊が追ってきてる。これで少しは引き離せる。行け、クルト。人まりに案内したのか。ここから飛ぶんだ。武器をなくすなよ。だって橋まで移動する。岩で車線を切れ。総員へ、こちらビクター01、応答。ガード1、聞こえるか。振り返す、いるか。アメリカ人のような。来やがった。攻撃開始。コンタクト。進み続けろ。川を進むぞ。行け。右の岸。この先で浅くなる。泳げ、止まってはダメだ。あっ、車両がいる。あれは身柄じゃない。クソ、軍隊だ。身を隠せ。ここで守りを固めて回収を待つ。あの装甲車には歯が立たない。あれは何者だ。キャノンコンパニーのグレイブス司令官だ。俺たちの味方だよ。シャドウ1、グラボン07だ。メタルゾーンだ。おかわり。そっちもね。こっちだ。ブレイブス、脱出用の車を発見した。了解した。通知する。ハッサンを発見した。そこから2キロ北にいる。そこはラスアルマスの牙城だ。奴らの屋敷がある。全員乗れ。シャドウ1、待機しろ。行こうぜ。運転は俺が。ハッサンを捕らえるなら空から支援しようか。奴に引導を渡してやろうぜ。了解。